好きだ。学校一の人気者、瀬戸山くんから届いたラブレターは親友宛てのものだった。勘違いしていました。松本の友達だよね。なんか聞いてない。返事あるんじゃないかな。もうすぐ。本当のことを言えないまま秘密の交換日記が始まる。これやる。なんか黒田と喋ってると調子狂うわ。いいのかな、誤解されたままで。あのさ、俺んち来ない？どうした？好きになっちゃいけないのに。見つめて、ただ好きだと言えたなら、こんなにあなたを。エリノって可愛いもんな。お似合いだ。こないだ一緒にいたのって付き合ってるの？ただの友達です。どうしたらいいか分からなくて。あえて聞く、お前誰？嘘から始まったすれ違いラブストーリー。二人の切ない恋の行方は。交換嘘日記。瀬戸山くん、ごめんなさい。黒田！